モダンタイムスは1936年のアメリカ映画。チャーリー・チャップリンが監督、制作、脚本、作曲を担当した喜劇映画で彼の代表作の一つである。モノクロ、サウンド版。資本主義社会や機械文明を題材に取った作品で、労働者の個人の尊厳が失われ、機械の一部分のようになっている世の中を笑いで表現している。 自動給食マシーンの実験台にされるシーンや、チャップリンが歯車に巻き込まれるシーン、ラストのチャップリンとヒロインが手をつないで道を歩いてゆくシーンなどが有名である。この作品は前作の街の明かりに続いてのサウンド版で一部にセリフが入る以外は音楽の伴奏と効果音のみによるサイレント映画となっている。また、 チャップリンが初めてスクリーンで肉声を発した映画であり、キャバレーでインチ・キ外国語によるキティーナを歌うシーンでチャップリン自身の歌声を聴くことができる。自作の映画音楽も映像に載せており、前日のキティーナとラストシーンで印象的なスマイルを作曲し、その音楽的才能も開花させている。公開当時はすでにトーキー映画が普及していたため、この作品は 時代遅れと呼ばれて、あまり高い評価は得られなかった。講師に渡たるチャップリンのパートナーで、本作でヒロインを務めたポーレット・ゴダードは、チャップリンによる自作でハンナチスドイツ映画の独裁者においても、チャップリンと共演している。タキーストン時代からチャップリンと共演している、チェスター・コンクリンが出演し、キーストン社時代に演じた、ボルラス氏の紛争で登場した。本作は、 ルネクレール監督作品、自由を、ガトーニと内容が告示している。そのため、自由を、ガトーニのドイツの制作会社、トビス社はチャップリンを著作権侵害で告訴しようとした。しかし、承認に立ったルネクレールは、もし、モダンタイムスが自分の映画からヒントを得ているならば、光栄に思うと証言したため、告訴は取り下げられている。しかし、第二次世界大、 戦後1947年にトビス社は再び訴えを起こし、それを鬱陶しく思ったチャップリンサイドはわずかばかりの支払いをした。ドイツの映画会社トビスによる訴えについてチャップリンサイドはハンナチスドイツ映画独裁者への報復であろうと確信している。チャップリンは独裁者でチャップリンの友人コンラット・ベルコビチから盗作訴訟を起こされた。作品は 資本主義を批判していることから作品を共産主義的であると非難した評論家もいたという。そのため当時ファシズム政権にあったドイツなどの国家では作品が共産主義的であるとみなして上映を禁止されていた。日本では1938年2月に封切られており同年度のキネマ旬報ベスト10第4位にランクインされている。ファイル・チャプリン。 モダンタイムズ .jpg サムライと有名なシーンの一つ巨大な製鉄工場で働く主人公の男はベルトコンベアを流れる部品のナットをスパナで締め続けるという単純作業を繰り返していたその様子はテレビモニターで監視されトイレでタバコを吸っていてもすぐにバレてしまうある日男は労働者の食事時間を節約するために作られた 自動給食マシーンの実験台に、隣散々な目に合わされる。やがて単純作業の連続に耐えられなくなって、男は精神的におかしくなり、トラブルを起こして、精神病院送りになってしまう。ようやく退院を迎えた日、トラックから落ちた赤旗を拾い、運転手に返そうと追いかけていくうちに、いつの間にか労働者のデモ隊の先導を切ってしまい、そのリーダーと間違われて逮捕され、 高知書に入れられてしまう。ひょんなことから脱獄州を撃退した功績で、模範州として放免され、造船所の仕事を紹介されるものの、ちょっとしたミスから、作りかけの船を海に沈めてしまい、職を失ってあてもなく、街をうろつく生活に陥る。高知書が恋しくなったチャーリーはわざと無線飲食をして、捕まえられるが、護送車の中でパンを盗んだ、不老少女と出会う。 少女は貧しい不死家庭の長女だったが、父親が死んで孤児となり、施設に入れられそうになったところを逃げ出して、路上生活をしていたのだった。護送車が急カーブで横転し、外へ投げ出された男と少女は逃亡。少女と意気投合した男は打ち捨てられた郊外のあばら屋を見つけて二人で暮らすようになる。二人のために家を建てるという夢を胸に男は働き出すが、 勤め始めたばかりの製粉工場はストライキで閉鎖。デパートの夜景の仕事では泥酔したあげく売り場で寝込んでしまって首。工場の技師の助手の仕事もうまくいかない。一方、少女はダンスの才能を見込まれてキャバレーで働き始め、彼女の推薦で男もウェーターの職を得る。ショータイムには店長に命じられ、キティナという歌を即興で歌って、 大受けするが、その直後、施設から逃げ出した罪で少女を捕まえるために、男たちが踏み込んでくる。やっとのことで逃げ出した二人は、それでも明るい未来を夢見つつ、どこまでも続く一本堂を歩いていくのだった。ヒロインのフロ少女。キティナ前述した。キティナは、1917年に、フランスの作曲家、レオダニデルフによって、 チチネ・ジュシェル・ルシェア・アップ・レ・チチネというタイトルで作曲され、本作で使用されて、世界的に有名なメロディとなった。2004年には、ロサンゼルス出身の歌手 J5 によって、モダン・タイムズというタイトルで、チャップリンの歌と共にカバーされ、ヨーロッパを中心に、大ヒットした。なお、この曲のミュージックビデオには、チャップリンの孫娘・ドロレスが出演している。近年、 日本国内の CM ソングとしてたびたび使われている。スマイル本作のラストシーンで印象的なスマイルはチャップリンが作曲したもので彼が作曲した音楽の中では特に有名である。この曲は映画の中盤少女とチャーリーが警察の護送車から飛び降りて逃亡した後に断続して2回流れる。次に少女がチャーリーに住むところを見つけた報告をする場面。 次に、少女がおしゃれをして、チャーリーを待つ場面。最後に、映画の最終局面、絶望して塞ぎ込む少女をチャーリーが、元着付希望へと誘う場面で流れ、曲の盛大なフィナーレと共に、映画は幕切れする。1954年、その物悲しい曲調とは裏腹に、スマイルという曲名が付けられ、ナットキングコールによって歌詞付きの歌が歌われた。その後、 マイケル・ジャクソン、ダイアナ・ロス、エルビス・コステロラがカバーしている。また、チャップリンがアメリカを追放されてから20年後、再び同国の地を踏む契機となった第44回アカデミー賞受賞式のフィナーレで、彼がオスカー像を受け取る際、会場のゲスト全員で歌詞のついた、この曲が歌われた。メディアを再生する横加編本作は、 チャップリンの作品の中でも特に傑作と呼ばれ、黄金鏡時代、街の明かり、独裁者と並ぶチャップリンの代表作と称される。1989年にはアメリカ国立フィルム登録簿に登録された。以下は日本でのランキング。ありがとうございます。